半間洋先生です。半幕の本家の半間洋先生です。アメリカのね、油田のね、大爆発の事件がだいぶ前にあったんですよ。で、これはね、私がね、管理してまして、本家のね、本間貴族の私が管理してまして、アメリカ人だったかな、その油田の管理士がね、私だともう手間がかかったりお金がかかるんで、嫌だということで行政でね管理者を変えたんですよね。で、油田をね、最大の技術を持って、油田、油を取ってたんですけど、亀裂が入ってというか、問題が出た時にですね、この修復というのはもうその大掛かりなもんだから、これは問題がないというようなことにね、考えちゃうんですね。で、私のその管理してたんですけども、細かくやってこういう時は非常時はもうやむを得ないからね、期間は全部やられてもね、大爆発はちょっと起こさないようにというふうな私の指示で言ってね、何でもかんでもかんでもね、非常に手間がかかるんですね。で、お金もかかるということでね。で、そこの責任者、油田の責任者変えられちゃったんですね。ね、それでコストパワー、コストを徹底的にでもその、縮小するというふうなことで利益を多くするというふうなことでね、大変なんでね。で、そういう管理者になったしまったと。これは人間たちが決めたことなんだけど、しょうがないですね。で、私の方はもう手出せなくて大事故になってですね、あの被害は何兆円ですかね、被害出ましたけども、アメリカの油田のね、テレビに出てます。それ見て分かりました。で、私が管理してたところですね。で、もうテレパシーでね、大体やってるんですね、世界中、私が。で、アメリカのね、ニューヨークの知事も私テレパシーで1年間やったことあるんですよ。バックでね。で、行政が大変だったんで、アメリカのね、役所には話してるけども、冗談だとは思ってるような感じだと思うんですけど、実際にやってんですね。で、そういうね、ことはよくありまして、教訓になって、私のね、考え聞かなかったら、こういう大変な損害が出るよと、やっぱ地道にやんないでダメなんということをよく知っていただきたいというですね。地道に仕事するしかないわけですよ。大変ですけどね。と、ぜひね、その手抜きじゃないですけども、わかりますけども、ちょっと無理がありますというか、ね。これ、わかるんですね。最適化でね、分析して動きから、ね、すぐ私の方に振動が回ってきます。これ、やばいと。何年に何回、被害が起きる可能性があるっていうのに出たらダメなんですよ。で、それ私分かってるんですけども、人間たちが言うこと聞かなかったんだね。で、その人間たちが起こした事故ですね。ただ分かんないでしょ、ね、分かんないから、ね、人間たちの教訓としてそういうのが起きてしまわないといけないかもしれないけども、まあ、それにしてください。そういう勉強ということでね、大勉強、お金借りましたけどね、油田の被害はね、そういうことでした。半間岩尾先生でした。